はい、こんばんは、タムランチでございます。3連休も終わりますな。連休じゃなかったけどさ、はい。今日はね、昨日起きた恐怖体験をお話しします。昨日の動画は、スキタムの、ファーストアルバムに入ってるファーストのラストソング、人の夢と書いてタイトルが出てこない人の夢と書いてと、いう曲をね、やったんですわ。で、ここのとこずーっとリミックスやってね、結構な情報量の楽曲をこねこねしてたので、まあちょっとシンプルにやるかっていうのもあったし、全然アコギ弾いてなかったもんね。動画内では弾いてましたけども、あれ過去音源だからさ、なんやかんやね、娘ちゃんのテストペン対策で、アコギ弾かなくなってからずっと弾いてなかったんですよ。はい、まともにはね、歌動画でもやってないし。それと、フィンガーを全然、オープンチューニングにハマっちゃってから、あんまりオープンチューニングってフィンガーだという、特色が出ないというか、やっぱストロークした方が、なんかいい感じがするんで、全然フィンガーやってなかったんですよね。そんなこんなもあって、ノーマルチューニングで、アコーギで、フィンガーということで、昨日のね、人の夢と書いてという曲を、チョイスしてやったんですよ。で、何が恐怖体験だったかというと、MTR で録音してますと、まあ、それを保存するに、SD カードを使ってるんです。はい。それで、この SD カードが、私64GB のを、まあ、使ってるんですけども、これがね、もう3枚目が、残りね、容量がもう 80% を超えて、来たんで、あんまり容量いっぱいになってくると、ちょっと怪しいんですよ。最後の方でやると、容量いっぱいとかになって、保存できねえじゃんみたいなことにもなることが過去にあったので、早めに変えようということで、4枚目を買って、もう使い始めてたんですよ。で、ただ、昨日やった曲が、まあ、弾き語りの、曲だし、そんなにトラック数使わないから、まあ、ちょうど、残りのその3枚目の、残りの容量にちょうどいいんじゃなかろうかと思って、じゃこれだけ取って、3枚目をおしまいにしようと思っちゃったんですよ。はい。それで、取り始めて、で、撮ってる時にね、本当にやばくなってくると、もう、その動作が遅くなってくるんだけど、それもなく、あ、大丈夫だね、と思って。ほいでね、どの辺までだい？ギター、歌撮って、コーラス撮って、あとミックスしようかな、とかって思ってた矢先に、電源切んなさい、みたいな、メッセージが出てきたんですよ。多分これはね、ちょっとこの、電源ケーブルがちょっとくたびれてきてて、ちょっと多分ね、それに触って結構グヒって動かしちゃったんですよ、そのケーブルをね。そのせいだと思うんだけど、あっと思ったら、そんなことが出ちゃって、あ、やばいな、これ、と思って。まあ、ただ、ほいでもね、まあ、弾き語りだから最悪取り直せばいいやと思って、電源がね、それでも切れると勝手にオートセーブしてくれるんですよ。これ電源落とせるかなと思って、そのままね、オフボタンにしてしばらく待ってたら、電源落ちたんですよ。あ、よかったと思って。ほいんで、電源をパチッと入れ直ししたら、ディスプレイに出た表示が、ノープロジェクトって出たんですよ。はぁ、消えたと思って。まあ、最悪でもね、消えるかもしれないと思ってたから、まあいいやと。
もう一回取ろうと、これはしょうがねえと思って、でも嫌な予感したからちょっと待てよと思って、その SD カードの容量チェックできるんですよ。容量チェックやったら、0% だったんですよ。0% って何？全部データ飛んだ。とんでもない量ですよ。64ギガですから。この間月タムのニューアルバムも作るかって言った話、全部パーじゃねえかと。もう、目の前真っ暗ですよ。はぁ。声も出ないのも。はぁ。俺のここ2年ぐらいの記録が全部消えたと思って。残ってんのはもう、ミックスした状態のものが残ってるだけだから、最悪ね、スマホに入ってんのが、最悪それしかねえじゃん。もう再リミックスできないじゃん。再リミックスじゃん。リミックスできないじゃん、もうと。いろんなこと考えましたよ。わーっと。ただね、やっぱ経験値というものがありまして、いやちょっと待って、落ち着け、俺と思って。過去にこんなことなかったかって、こう思い返したら、あって。実は、MTR ね、私の使ってる Zoom の R8 は、一つのプロジェクトがおかしなことになると、そのプロジェクトがおかしいがゆえに、全体が見えなくなることあったんですよ、一回。ただ、その容量が 0% になるのは確認してなかったから、その時も。と思って、でも 0% になってるしなと思って。で、しょうがないから、このカードリーダーね、パソコン直つなぎできるやつ。僕、ちょっとこれでパソコンに直につないで SD カードここに挿して中を見てみようと。もう、生きたくこっちしなかったですよ。これで何にも出てこなかったら完全に終わってるんでね。もうアルバムも減ったくれもねえと思って。もう本当にもう恐る恐る差し込んで、起動まで時間かかるからね。はぁ、お願いお願いと思ったら、残ってましたよ。全部。やったーと思って。んで、その、昨日撮ってた、おかしくなっちゃったプロジェクトをそこから、切り取りっつかね、切り取って、で、SD カードを、もう一回 MTR に挿しまして、電源オンです。ここもまた生きた心地がしませんでございますよ。もうドキ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 しながら、やってやったら、出ましたよ、プロジェクトが。残ってましたよ。よかった。何事も経験値ですね。もうね、その一回過去にそれがなかったら、完全にもう諦めてましたね。まあ、つってもあれだね。パソコンでね、これで確認はしたと思うから、データ生き残ってるのは、分かったと思うけど、その、ダメになっちゃったプロジェクトを取り除けば元戻るっていうのは、経験値がなかったら分かんなかったんでね。いちいち、落っ壊れたと思われた SD カードから曲をやるときには、パソコンで一体抜き出して MTR に入れるっていう手間をかけなきゃいけないくなるとこでしたけど、そのおかしくなったプロジェクト1個外すことによって、全体が復旧するという、ことが分かっていたので、いやでも容量 0% は焦ったよ。0% って表示することないじゃんね。死ぬかと思った。な、もし、この動画をご覧になってる方で、データ全部飛んじゃったよ、SD カードの Zoom R8 の、と思ってらっしゃる方。何かしらどっかのプロジェクトに問題があって、その一つを取り除けば復旧します。もしくは、それがわかんなかったら、パソコンにカードリーダーで、つなげば生きてます。絶対。そこから抜き出して、だからなんだ？これを挿してパソコンに、その、いじくりたいプロジェクトを一回、まあ、切り取りなりコピーして、で、MTR パソコンにつないで入れれば、残ってますから。大丈夫ですよ。はい。まあ、そんな事態になった人いるのかどうかわかりませんけど。まあ、デジタルデータは便利だけど怖いね、こういうところはね。だから、バックアップも取っといた方がいいんでしょうけどね。キリがなくてね。はい。
そんな恐怖体験でした。怖いでしょね、こういうデジタル音源で保存されてる方ならわかるはず。泣きそうだったよ。まあ、そんなヒヤヒヤな昨日でしたけども、今日はですね、はい、月ちゃんから、月タム秋ソング、今年の秋ソングの第2弾かな？今年の秋ソング的にはそうだね。9月が1曲か。9月ね、月ちゃんお忙しいだったみたいなんで、そうね。9月の終わりに、バッドオータム出した後の第2弾、今年の秋ソング第2弾、秋にしもあらず。タイトルがね、毎回毎回秀逸。タイトルもという歌詞が来たので、やってみました。はい、まあ、昨日からの流れで、はい、リミックス疲れがあるので、はい、シンプルに。ギター一本で、やってみました。C チューニングでやったリフとしては一番リフってんじゃないですか。ちょこちょこね、もやったけど、結構ルートを追っかけた C チューニング上のまあ、ルートというほどでもないけど、元はね、地味編の12弦ギターを弾いてるなんか動画があるんですよ。 YouTube 見てもらうと分かるけど、地味編のアコースティック、その動画見てたのにインスピレーションを受けたリフ、はい、もうリフが最初に出たんですよ。これをなんとか曲に入れ込んでやると思ってね作った曲です。まあ秋っぽい感じの歌になっているのではないでしょうか。まあ音は全然少ないですしね、まあ、ギターと、ボーカルとコーラスの3パートですけど、やっぱりね、このリミックスでガリ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 といろいろやってきたことっていうのは、こういうシンプルな曲のミックスにも役に立ちます。まあエフェクトがね、もうすでに、このリミックスをやる前よりもいろんなエフェクトがあることが分かったので、今回マイクもね、マイクエフェクトも変えてますし、ギターのアコギの音もちょっとエフェクト、音変わるほどのエフェクトじゃないけどね、使ってますし、マスタリングもいつものマスタリングとちょっと違うマスタリングエフェクト使ってますし、まあいろいろ手出してみるっていいっすね。ということで、今日は恐怖体験の話と月様の新曲の話、ついでにというか、月ちゃんが昨日ですか、月ちゃん最初のオリジナルソングっていうのを、DTM でこの間私にも作ってもらったピアノ伴奏ですかね、またそれをね、月かっこ嫁ちゃんが歌ってるフロームでいいのって曲が上がってますけど、いいですよ。はい、もう月かっこ嫁ちゃんはもう本当愛みたいな声してますからね。黙って聞けば愛の新曲会っていうぐらい愛っぽいです。はい、声質がね。モノマネじゃなくて。で、愛並みにうまい。そちらもぜひ、はい、お聞きになってみてください。ということで、まあ、連休じゃなかったけど、いつもの安定の、はい、活動をしておりました。田村っちでございました。はい、明日からね、はい、普通のまた一週間始まりますんで。頑張っていきましょう。ということで、タムランチでございました。それでは今日はこの辺です。